一家天下の知られざる真実、寸劇版明智光秀最後の日々。皆さんこんにちは。今からおよそ440年前の天正10年1582年、明智光秀の謀反によって織田信長は本能寺で倒れました。あまりにも有名なこの本能寺の変は、日本の歴史上最大級の謎と言っていいでしょう。光秀はこんな大それたことをやってのけたのに、彼の天下はたった11日で終わりを告げました。あまりにもあっけない三日天下でした。今回は光秀が何を思ってこの最後の日々を過ごしたのか、時系列を追って寸劇風でお届けします。本能寺の変を引き起こした光秀の心情とは。天正10年5月29日、明智光秀の姿は丹波亀山城にありました。兵糧や弾薬を積んだ主張隊を西国へ向けて送り出し、ようやく落ち着いた時間を過ごしています。すると重臣藤田伝吾行正が居室に入ってきました。殿、ようやく落ち着かれましたな。あとは軍勢を整えて西国へ出陣するのみでございます。うん、そうであるな。それにしても何やら浮かない表情をしておられますが。いや、何でもない。少し疲れただけじゃ。そうであれば良いのですが、おとといは愛宕権現に参拝され、昨日は連賀へと、なかなかお忙しいご様子。何かを急いでおられるような。伝吾、余計な詮索など無用じゃ。それより出陣の準備をしっかり進めるように。伝吾は胸の奥底で一抹の不安を抱えながら退出しました。6月1日、1万3000の明智勢は亀山城を出立。篠村八幡宮へ立ち寄ると、光秀は5人の宿老を集め、ついに胸の内を明かしました。そなたらを呼んだのは他でもない。この八幡宮はかつて足利尊氏公が戦勝を祈ったところ。我らもここで戦勝祈願をいたす。居並ぶ重臣たちはてっきり対毛利戦の勝利を祈願するものと考えていました。ところが光秀は思わぬことを口にしたのです。そなたらに打ち明けるが、これより京へ向かって上様を打ち果たそうと思う。これには宿老たちも仰天しました。溝尾重友、庄兵衛などはひっくり返りそうになりながら、何のご冗談かと思えば、殿もお人が悪いと苦笑いしています。しかし光秀は顔色一つ変えず、これは冗談ではない。わしの本意は上様を討ち、平らかな世を作り出すことじゃと真面目に答えました。さすがに一同も真顔になり、光秀の言葉を受け止めるほかありません。殿がここ数日落ち着かれぬご様子だったのはそのためでございましたか。確かに上様と中将様は共に京におられる。もし打つなら今を置いて他にございますまい。しかし上様を打つとなれば、きっと謀反人の汚名は免れまい。おそらく織田の重臣どもも黙ってはいないでしょう。秀光、ちゃんと手は打つつもりじゃ。すでに金見京を通じて朝廷とは同心しておる。また橋場や柴田らが駆けつけるには時間もかかるはずじゃ。それまでに迎え撃つ体制を整えれば良いだけのこと。しかし細川や筒井らが果たして我らになびくでしょうか。心配は無用じゃ。細川は娘婿、筒井にしても常日頃から目をかけておる。きっと恩義に感じて馳せさんじよう。承知いたしました。殿がそこまでお考えとあらば、我らに異存はございません。神妙として付き従いましょう。そうか、
分かってくれたか。これからも頼りにしておるぞ。こうして光秀は宿老たちの説得に成功しました。明智勢は西国ではなく向きを東に変え、老いの坂を通って桂川を渡ります。しかし伝吾は不安を拭えません。果たして殿の思惑通りことが運ぶだろうかと。そして6月2日早朝、すでに日は昇り始めています。明智勢は本能寺の包囲を完了。一斉に寺の中へなだれ込みました。信長は銃弾を受けて重傷を負い、近銃に支えられて奥へ逃げていきます。ところが火の手が強くなったこともあって、明智勢は信長の姿を見失ってしまうのです。信長は亡くなったのでしょうが、光秀が欲していた見印はついに見つからずじまいでした。一方、信長の嫡男信忠がこもる二条御神像にも軍勢を差し向けています。信忠は散々抵抗した末、自陣を遂げました。上様の見印が見つからなかったとはいえ、死んだのは間違いない。ここからが正念場じゃ。とにかく急がねば。安土の選挙と朝廷工作。明智勢は隠れていた織田家の者を見つけ出しては次々と首をはねていきます。その間、伝吾は鳥羽で本陣を構えている光秀のもとへ向かいました。もちろん前後策を協議するためです。今日を抑えた今、一刻も早く機内を平らげるべきかと存じます。摂津には神戸信孝や庭らがおり、さらには池田や高山ら後輩が分からぬ者たちもおりまする。ここは打てる時に打つべきかと。それには及ばぬ。本能寺の一件を知ったことで兵が続々と逃げ出しているそうではないか。放っておいても構わぬ。ならばこれからどうなさるおつもりで。まずは上様の本拠である安土を抑える。これで上様の天下が終わったことを世間に知らしめることができよう。伝吾は心の中で仰天しました。なぜ今安土へ攻め込む必要があるのか。やらねばならないことはいくらでもあります。殿、お言葉ではございますが、何も殿自ら安土へ行かずとも誰かを向かわせてはいかがでしょう。いや、わしが行くから意味があるのだ。織田の本拠を自ら抑えれば、巨衆に迷う者たちも味方として加わるはず。伝吾はここで説得を諦めました。光秀に命を預けた以上、いかなる命令にも従うと決めていたからです。光秀は抑えの兵を京に残し、本軍を率いて粛々と近江安土へ向かいます。ところが瀬田川に架かる唐橋が焼き落とされていました。瀬田の領主である山岡景隆が明智勢の進軍を遅らせようとしたのです。こんなことだと思った。これでまた貴重な時間が失われる。伝吾は絶望的な気持ちになりました。それから3日間、明智勢は橋の修繕のため足止めを余儀なくされます。ようやく安土にたどり着いたのは6月5日のことでした。安土城へ入った光秀は城内に蓄えられてあった金銀をすべて持ち出し、将兵に分け与えました。朝廷や有力寺社にも分配したと言いますから、自らへの支持を集める狙いだったのでしょう。さらに京都から勅使として吉田兼美がやってきて、治安維持と天下正室を命じています。朝廷は光秀を天下人として正式に認めたと言っていいでしょう。結局光秀は6月8日までを安土で過ごし、ようやく宮中に参内したのは翌日のことでした。すでに返報は羽柴秀吉や柴田勝家にも届いており、明智包囲網は形成されつつあります。
一刻も早く手を打たなければならないのに。伝吾や秀光たちは手をこまねいているしかありませんでした。迫る羽柴秀吉、後手後手に回る光秀の対応とは。京都に腰を据えていた光秀でしたが、その日のうちに備中にいた羽柴秀吉が姫路まで駆け戻ってきた事実を知りました。猿め、早い、早すぎる。一体どんな手を使ったのだ。光秀の表情に焦燥の色が濃くなります。しかし彼にはまだ切り札がありました。娘玉を丹後の細川家へ嫁がせていたのです。しかも光秀が将軍足利義昭に仕えていた頃から、光秀と細川藤孝とは簡単相照らす間柄、また光秀の与力になったこともある大和筒井順慶も早晩味方になってくれるでしょう。ところがそんな光秀のもとへ秘宝がもたらされます。殿、たった今細川家から返書が届きましてございます。おお、待ちかねておった。早速読むとしよう。利光から書状を受け取った光秀でしたが、読み進むうちに顔色は蒼白に、手は明らかに震えています。殿、返書にはなんと。すると光秀は振り絞るようなか細い声で答えました。亡き上様へ哀悼の念を表すべく元取りを切ったと。またこれ以上の恩信は無用と書かれておる。伝吾はすべてを悟りました。元取りを切るということは、暗に光秀の行いを非難している、つまり細川家は光秀には味方しない意思表示をしたということです。あの、こたびの企て、細川家には事前に了承を求めていなかったのですか。当たり前じゃ。そのようなことをすれば企てが露見してしまうではないか。伝吾は心の中でため息をつきました。信頼する間柄だからこそ事前に相談があってよかろうに。そもそも相手は信頼していない証ではないか。後から納得してほしいと申して、誰が納得するものか。光秀の爪の甘さ、あまりに楽観しすぎるやり方に、伝吾はどっと疲れを覚えるのでした。殿、こうなると大和の筒井も分かったものではありませぬ。もはや当てにすることは叶いますまい。いや大丈夫じゃ。筒井からは味方するとの返書も得ている。気に病むことはあるまい。それでは筒井勢はいつまかりこすと返事がございましたか。それはまだじゃ。伝吾はやはりなと思いました。本心から光秀と志を同じくするのであれば、もう参陣してきてもおかしくないからです。わかり申した。他のお味方はいかばかりでございましょう。そうさな、若さの武田、それから近江の京極が馳せ参じると申してきておる。なんと小物ばかりではございませぬか。武田元明は元守護に過ぎず、若さでたった三千石をはむのみ。京極高杉は名族ではありましたが、織田家臣として淵を与えられているに過ぎません。秀吉はきっと各地で織田家臣を糾合しながら向かってくるでしょう。しかしこちらは兵力がほとんど増えず、日々を無意に過ごしているだけ。このままではまずい。光秀も伝吾も思いは同じでした。光秀は急遽淀城と昇竜寺城の修築を命じますが、秀吉の進軍スピードは驚異的でした。明智勢はとうとう迎撃態勢が整わないまま迎え撃つしかなくなります。やがて重臣を交えた軍議が開かれました。秀光、北国から柴田、東からは徳川がやってくる恐れがある。近江の守りはそちに任せる。承知つかまつりました。して殿、
羽柴勢をどこで迎え撃つおつもりで。ここじゃ淀川と天王山の隘路で敵を迎え撃つ。さすがは殿じゃ、戦機を見る目は鈍っておられぬと伝吾は感心しました。敵が大軍であるほど味方は不利になる。少しでも戦況を有利に導くためには良き地形の選択は極めて重要。もしも山と川で狭まった場所へ敵を誘い込めたなら勝機はある、そう思えたのです。しかし現実はそう甘くはありませんでした。たった数時間でケリがついた山崎の戦い。6月12日、秀吉は後方の宝石寺に本陣を取り、対する光秀は伊賀の山古墳に本陣を置きます。羽柴軍3万余に対し、兵力の分割を余儀なくされた明智勢は1万3000しか動員できませんでした。しかし光秀は意気健康です。それは勝算があったからです。将兵、こたびの戦、勝てると思うか。光秀は本陣にいた溝尾重友に語りかけました。無論でございましょう。我が軍は敵より有利な位置を占めておりまする。物の数ではございませぬ。それだけか。は？と言いますと？いや何、おそらく羽柴勢は長都の行軍で疲れ切っておるはず。疲弊した兵ではいくら尻を叩こうと動けまい。片や我らは十分に休息もしておる。もし羽柴の与力が出てきたら一気に叩け。はっ、かしこまってござりまする。光秀の称賛とはここにありました。信長の仇を討つ大義名分を遂げるために秀吉は自分の与力たちを前面に押し立ててくるでしょう。しかし長い行軍で疲れ果てていることからまともな働きはできないだろうと読んでいました。また急遽味方として加わった織田信孝、池田、高山、中川らにしてもきっとまとまりを欠くと予想したのです。翌6月13日、いよいよ合戦の火蓋が切られました。まず戦端が開かれたのは羽柴軍中川清秀隊と明智軍伊勢貞興隊とのぶつかり合いでした。続いて斉藤利光隊も加わって羽柴軍高山右近隊を押しまくり、ここで形勢は一気に明智勢へと傾きます。一気に押すのだ、敵の先陣を食い破れ。中川高山両隊は危機に陥り、戦線は崩壊しそうになりますが、羽柴勢はどうにか持ちこたえます。一方優勢に押していながら前線を突破できない明智勢には次第に疲れの色が見えてきました。その時淀川沿いを北上し明智勢の側面へ回ってきた池田常興隊がここで横合いから攻撃を繰り出してきたのです。この様子を見た光秀は思わず目を見張りました。敵の新手だと？こちらも軍勢を繰り出せ。なけなしの部隊が投入され池田隊との激戦が展開されます。しかし光秀は思いもしない事態に気づきました。なんと戦っているのは羽柴の与力ではないのか。そう、秀吉直の与力たちは後方に陣取っていて動く素振りすら見せません。わずかに黒田官兵衛の手勢が加わっている程度です。ここで光秀はようやく秀吉の思惑に気づいたのでした。そうか、猿目は最初から動く気などなかったのだ。当初光秀が予想していた通り、確かに羽柴勢は長い行軍で疲れ切っていてまともに戦える状況ではありませんでした。ところが秀吉はそうなることを見越していて、あらかじめ播磨から摂津へ入ったあたりで上様が生きているとの偽情報を流し、
織田家臣たちに救護を呼びかけていたのです。結果的に織田信勝、丹羽長秀、池田恒興らが加わり、さらに去就に迷っていた中川や高山ら摂津州まで馳せ参じたのでした。そして合戦では体力に不安がない摂津州を先方に押し立て、池田や堀秀政といった織田家臣たちを御詰めに回らせました。後ろに大軍が控えているので先方は安心して戦えるというわけです。秀吉はそこまで手を打った上で戦いに臨んでいたのでした。光秀の思惑を一歩も二歩も上回っていたのです。羽柴を弱兵と侮っていたわしの負けか、そうつぶやいた時、重友が本陣へ駆け込んできました。津田隊が総崩れとなり、敵が本陣へ迫りつつあります。どうかここはお引きを。さらに秘宝が重なります。斎藤伊勢の両隊が猛攻を受け、徐々に後退を始めております。我が主からの伝令でございます。ここで討ち死にする覚悟ゆえ、早くお引き総来と。そうか、重友、新たに投入できる軍勢はないのか。もはや新手はございませぬ。わかった、ならば利光や伝吾に知らせよ。この戦、もはやこれまで。ここは一旦昇竜寺城へ引き返すとな。こうして山崎の戦いで明智勢は壊滅、光秀は命からがら昇竜寺城へ逃げ込みました。しかし受けた損害はあまりにも大きく、多くの家臣を失っています。信頼する斎藤利光も乱戦の中で行方知れず、時はいつしか日没を迎えていました。光秀の最後は土民の襲撃ではなかった。昇竜寺城でどうにか腰を落ち着けた光秀たちでしたが、数千の兵を収容するほど大きくはありません。また兵たちの敗戦ショックも大きく、とても戦える状況ではありません。ところが光秀は違いました。将兵、ここは踏ん張り時ぞ。残った兵をまとめれば数千はいるはず。ここで何としても敵を食い止め、決して都へ入れてはならぬ。かしこまってござる。今日の合戦でお疲れでしょう。しばらくお休みになられては。うん、そういたすとしよう。それまで警戒を怠るな。そう言うと光秀はしばらくまどろみました。そして数刻の後、目が覚めた光秀は目を疑うのです。これは何ということじゃ。兵がおらぬではないか。城へ入りきれなかった兵が皆逃げ出したようです。もはや700しか残っておりませぬ。こうなると城で交戦などできません。光秀は脱出することを決意し、密かに北門から落ち延びました。目指すは坂本城じゃ。秀光と無傷の軍勢もおるゆえ、坂本で出直しいたす。光秀は十数人の家臣と共に狭い感動を伝って、近江目指して馬で駆けていきました。一方、密かに光秀一行を狙う集団がいました。彼らは土民ではなく、オグルス一帯に居を構える飯田党という武士団です。実は一族の飯田佐吉兵衛という者が信長に仕えていて、本能寺の変に際して自害を遂げており、彼らはその恨みから光秀がやってくるのを待ち構えていたのです。光秀が坂本へ逃れるには必ずここを通るはず。皆の者、決して逃がすでないぞ。獲物を求める野獣のように飯田党の面々は目をランランと輝かせています。やがてオグルスへ差し掛かった光秀はただならぬ気配を感じました。これは何かある。馬をかけさせるべきか。いや、皆も疲れておるゆえ、ここはゆっくりと進むべきか。
そう考えているうちに殺気は現実のものとなりました。暗闇の中から武装した集団が一斉に飛び出してきたのです。こやつらは何者？殿をお守りいたせ。重友は絶叫しつつ敵を防ぎますが、味方は少人数、その上場所は狭い一本道、光秀を守るどころではありません。のけ下郎どもが、道を開けよ。光秀も応戦しつつ駆け出そうとしますが、前には敵が立ちふさがって妨害しています。そして槍の一撃が光秀の下腹部を襲いました。ぐぅ、苦痛に悶絶する光秀は渾身の力を振り絞って敵の槍を叩き寄り、なんとか振り切って駆け出しました。どうにか坂の下まで来ましたが、出血が止まりません。馬から転げ落ちると駆け寄ってきた重友に支えられます。将兵衛、無念じゃ。坂本までたどり着くことはできぬ。わしはここで腹を切る。光秀の最後の命令にうなずいた重友は、涙を流しながら切腹した光秀を解釈したのでした。しばらくすると、おい、こっちではないか？という叫び声が聞こえてきました。追っ手が迫っている以上、重い首を抱えたままではとても逃げ切れません。重友は泣く泣く首を土の中へ埋め、坂本城を目指して落ち延びるほかありませんでした。やがて首のない光秀の遺骸が見つかり、ほどなくして首も掘り起こされました。後に本能寺の焼け跡や粟田口で晒されたそうです。藤田伝吾は昇龍寺城が陥落した後、重傷を負っていたことから坂本城へ向かうことなく自刃しました。戦場を落ち延びた斎藤利光は、近江片田に潜伏していたところを捕獲され、後に処刑されています。坂本城にいた明智秀光は羽柴勢を前に最後まで奮戦、しかし城にあった財宝を目録付きで寄せ手に渡した後、家族と共に自害して果てたそうです。そして最後まで光秀に付き従った溝尾重友の最後は明らかではありません。光秀の近くで自害したとも、坂本城で亡くなったとも言われます。明智光秀とその家臣たちはこうして本能寺の変から山崎の戦いで敗死するまでの11日間を生きたのでした。もちろんこの光秀最後の顛末はこれまで諸説語られており、未だ謎に満ちているのは皆さんご存知の通りです。もしも光秀のあの時の行動が違っていたなら、歴史も大きく変わっていたに違いない。皆さんはそう考えたことが一度はあるのではないでしょうか。440年もの昔に思いを馳せながら。